勝利おめでとうございます。ありがとうございます。終了のホイッスルが鳴った瞬間、スタジアムのあの大歓声聞いていかがですか？いやもう本当スタジアムで、守ってたなというふうに、ベンチに僕いましたけど、見ててすごく楽しかったです。広島に勝ちました心境としてはいかがですか？そうですね、まあ今週監督、コーチ、スタッフ全員、含めて広島対策してきたので、それが結果に、つながったのかなというふうに思います。試合の方は息つく間もないほどの激しい戦いだったと思います。実際やってみていかがでしたか？そうですね、やっぱ広島強かったですし、でもそれに負けないぐらい一人一人がこう戦って、僕は途中からベンチで見てましたけど、体を投げ出してシュートブロック行くとか、そういうのを、見れてすごく感動しました。さあそして今日勝利に結びつけたあのゴールなんですけれども、ゴールシーン振り返っていかがですか？そうですね、まあ山君が右サイド突破してくれて、で翔平がうまく残してくれたんで、やっぱ僕後半戦入って毎試合チャンスありながら全然決めれなかったんで、みんなの思いを背負って、シュートを打てて決めることができてよかったです。今日このゴールはご自身にとってチームを勝たせるゴールとなったんですが、改めていかがですか？そうですね、まあ、ゴール取れてよかったですけど、まあ、先ほども言いましたけど一人一人が戦って前からプレス行って後ろが守って、すごくいいチームになってきたなというふうに思うので、これを続けていきたいなというふうに思います。では参加サポーターに最後メッセージをお願いします。残り6試合ですか、全部勝つので、応援よろしくお願いします。おめでとうございました。